どうもこんにちは、わがつくです。今回はホットケーキミックスを使っていちごミルクのどら焼きを作っていきます。以前2つほどどら焼きのレシピを紹介しているのですが、それよりも簡単に作れるレシピとなっています。クリーム自体もローソンのプレミアムロールケーキのようなクリームに仕上げていますので、最後までお楽しみください。もしこの動画が面白いと思っていただければ、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編に入ります。まず材料の紹介をしていきます。卵が1つ、そしてお水ですね、 10g 使用します。ホットケーキミックスは 50g、 そしてみりん、そして上白糖です。前回はこの砂糖をグラニュー糖にしたのですが、今回は上白糖に変更しています。というのも、上白糖を使用することによって湯煎して砂糖を溶かす手間を省くようにしています。そしていちごですね、今回はゆうべにという品種を使っていきます。で、クリームに使うものが練乳と生クリームです。生クリームは乳脂肪分 35% のものを使用しています。そしてまず卵を1つボウルに割り入れていきます。そしてこの卵をよく溶きほぐします。溶きほぐした卵の中にお水 10g、 これを計量していきます。その後に砂糖を 40g ボウルの中に入れてください。そしてみりんを 7g 入れていきます。このみりんを入れるのは、生地に焼き色をつける役割と、ホットケーキミックスに含まれるベーキングパウダーを反応させやすくするために入れています。というのも、みりんに含まれるアルコールとベーキングパウダーが反応して、生地がふわふわっとした生地に仕上がりやすくなります。そして最後にホットケーキミックス 50g を入れていきます。この生地をふわふわに仕上げたい場合は、こういう風にトン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 として混ぜていくと、ふわふわな生地に仕上がりやすくなります。そしてこのまますぐ焼いてしまうと、ベーキングパウダーが馴染んでいない状態になっているので、5分待ってください。そしてフライパンに火をつけて、フライパンを温めていきます。フライパンが温まっている目安としては、一度フライパンの上に水しぶきを吹きかけてください。そしてこの動画のようにすぐに蒸発する、こういった状態になるとちょうどいいフライパンの温度になっています。その上に生地を流し入れていきます。また後で流し方の詳しい説明などをさせてもらいます。そして蓋をして1分間蒸し焼きにします。蒸し焼きにすると、こういう風に穴ぼこができた状態になります。これをヘラもしくはゴムベラでひっくり返して、だいたい20秒ほど裏面を焼きます。すると皮の出来上がりです。皮は2枚1セットでこういった風に置いておいてください。前回はココットで焼いたのですが、今回はちょっと洗い物とかめんどくさいと思うので、大さじスプーンで流し入れていきます。コツとしては、生地をすくった後、計量スプーンの後ろについている生地をボウルの縁で取ってください。そうしないと、計量スプーンをフライパンの上に動かすときに生地が垂れてしまって焼きムラができやすくなります。そして今流している状態だと楕円になりやすいです。というのも、フライパンの真ん中に生地を落とすようにしてください。こういった形ですね、フライパンの真ん中に生地を落とす、すると丸くなりやすくなります。そして今流している映像は、蓋の中でどういった状態になっているのかっていうのを分かりやすくするために、蓋をせずに動画を撮っています。蓋の中ではこういう風に丸く均等に広がっていきます。和菓子の現場だと銅板っていうものでどら焼きを焼いていくんですが、銅板っていうのはまっすぐなっています。
家庭用のフライパンだと真ん中に向かって少し勾配がついています。それが生地が楕円形になってしまう一つの原因になっています。なのでフライパンの真ん中に生地を落として均等に生地が広がるようにしていくのがフライパンなどを使って作る場合のコツです。ホットプレートなどでできないのって思うかもしれないんですが、ホットプレートでもできます。その場合は鉄板がまっすぐになっているかっていうのを確認してみてください。まっすぐな鉄板だと 7,8 枚連続して焼くことができます。ただホットプレートも真ん中に向かって勾配がついている場合があるので、そういった場合は少量ずつ焼くようにしてみてください。すると丸くなりやすくなります。そして火加減の話をしてなかったのですが、火加減は一番低い弱火にしてください。これ必ず一番低い弱火にしないと焦げる可能性があります。僕のおすすめとしては 3,4 枚焼いた後もう一度水しぶきをかけて鉄板の厚さの状態を確認するっていう作業をした方がいいと思います。そしてここからはイチゴを切っていきます。イチゴはヘタを取って真ん中で切ります。この後真ん中で切った片方のうちの後ろを切っておくとイチゴを合わせた時に安定しやすくなります。そして次はクリームを作っていきます。今回の生地で出来上がりが4個から5個になっています。なのでクリームは 50g 用意しています。そしてまずは何も入れずに軽く泡立てていきます。まあ、大体3分立て、4分立て、軽くとろみが出たなっていう時に練乳を入れていきます。練乳は 50g に対して今回は 7g 入れています。砂糖の代わりに練乳を入れることによって牛乳の香りが際立つクリームになります。これは今回いちごミルクっていうテーマで作っているので牛乳の香りが強いクリームにしています。これは別に練乳じゃなくても砂糖で代用することもできます。あとは盛り付けて完成です。最後に材料のおさらいをしていきます。今回使用した材料のメーカーなどを載せています。もしご家庭でこのレシピでうまくいかなかった、もう失敗したくないっていう時などは僕が使っている材料っていうのを参考にしてみてください。それでは材料を紹介していきます。まず生地の材料です。卵が1個、水が 10g、 砂糖 40g、 みりん 7g、ホットケーキミックスが 50g です。そして卵は M サイズを使用しています。砂糖は日清製糖の上白糖、みりんは京丹後の醤油屋さんの本みりんを使っています。小野寺味噌醸造というところの本みりんを使用しています。あとホットケーキミックスは森永製菓さんのホットケーキミックスを使用しています。次にクリームの材料をご紹介します。生クリームが 50g、 練乳が 7g です。生クリームは高梨乳業の乳脂肪分が 35% の純生クリームになっています。そして練乳は雪印めぐみ肉の練乳を使用しています。今回牛乳感を増すために練乳を入れています。これはローソンに売っているプレミアムロールケーキのクリームに近いものになっています。ただその牛乳感が苦手っていう方などはここの練乳を砂糖に変えて作ってみてください。もし砂糖に変えて作る場合は少しだけ洋酒を効かせるとケーキ屋さんのクリームになりやすいです。今回の生クリーム 50g に対しての量だと2滴3滴ぐらいで構いません。コアントロっていうオレンジのリキュールと VSOP それを両方入れてるっていうのが美味しいクリームでした。なのでクリームのアレンジなどをする場合はそういったことをちょっと参考にしてみてください。そして今回生地を作る時のポイントです。主に2点あります。生地の混ぜ方と生地を寝かせることです。生地の混ぜ方は
叩くように混ぜてみてください。すると小麦粉から粘りの成分グルテンというものが出にくくなってふっくら仕上がりやすくなります。そして出来上がった生地は5分ほど休ませてあげてください。休ませることによって生地全体が馴染んでベーキングパウダーの効きが良くなります。みりんの中に含まれるアルコールとベーキングパウダーが反応してより膨らみやすい生地になります。そして焼く時のポイントです。計量スプーンの裏についた生地をボウルの縁で落とすことです。これをすることによって何枚も生地を焼いたとしても全て同じ大きさになりやすくなります。またフライパンに生地を落とすときに余分な生地が途中で落ちないようになるので焼きムラもなく綺麗な焼き上がりになりやすくなります。もう一つはフライパンを使用する際はフライパンの真ん中に生地を落とすこと、真ん中に生地を落とすことによって仕上がりがまん丸くなりやすくなります。今回のお菓子作りのポイントは以上になります。このポイントを踏まえた上で綺麗で美味しいいちごミルクのどら焼きを作ってみてください。今回の動画はいかがでしたか？よろしければチャンネル登録・高評価をしていただけると嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。